るかな。行っちゃったか。はい、よく自転車の方は譲る必要がないという方いらっしゃると思うんですよ。それね、大きな間違いですよ。自転車ね、乗ってましたよね、止まって。でもあれね、もう歩行者扱いなんですね。譲らないよ、自転車だから譲らないでいいよという方もしかしたらいるかもしれませんけど、実は歩行者なんです。わかりますよね、降りて歩いていきましたよね。あれ歩行者扱いですし、あれもし私譲らなくて自転車の方をね待ってるのにスーって行っちゃったら、これ違反で咎められます、間違いなく。やっぱりね、歩行者、自転車、バイク、車に乗ってる方にとってはね、バイクも含めて、これね、弱者っていうのは本当に守るべき存在だと思って運転してほしいんですよね。もう保護してあげるぐらいの気持ちで。まあ、小さな子からね、本当に乳母車引いたお母さんから、ああいった歩行者の方、おじいちゃんおばあちゃんまで、みんなが使う行動なんですね。まあ、そんな行動で自分よがりの、一人よがりの運転してたらどうなるか、これ想像できない人は、これ免許今すぐ返納してほしいですし、まあもう一回教習所に行ってほしいと、そんなぐらいに思ってます。今みたいに自転車の方がね、自転車の方が横断歩道で止まってたら、もう歩行者扱いですよと。こう自転車にまたがりながら止まってたら、もう歩行者扱いで優先してほしいです。なぜなら自転車で行くとは限らないじゃないですか。今みたいな方みたいに自転車を一旦降りて歩いていくと、これも完全に歩行者ですよね。まあ、バイクもエンジンかけずに乗らずにね、引っ張っている感じでいたらですね、これ歩行者扱いです。本当にね、歩行者優先で皆さん安全に楽しく行ってください。